こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書重松清さんの作品電車は走るのあらすじ解説をやっていきたいと思います。今回のお話で登場する子供は4人、それぞれの子供たちは電車の中で席を譲らなければならない場面に遭遇する。同じような状況の中でそれぞれの子供は別々のことを考える。席は譲りたいんだけど今はどうしても譲れないとか、いや譲りたくない、こういうふうに考える子供もいれば、やった譲ろう、こういうふうに考える子供もいる。ところがその結果それぞれの子供はいろんな考え方を持っているんだけど、今回のお話の中ではどれもうまくいかない。今回の作品のタイトルになっている電車は走るの電車っていうのは世の中と考えることができる。世の中にはたくさんの人がいて、それぞれの考え方、それぞれの正しさを持っているんだけど、それがうまくいくとは限らない、他の人に分かってもらえるとは限らない。今回はそういったお話です。一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まず最初、電車の中にいるのはカズオ。カズオは電車のロングシートの席に座っている。で、カズオは今胸をドキドキさせているんだね。それはカズオの前に二人のおばあさんがいるから。この状況ちょっと困るよね。カズオ一人が立ち上がったって目の前にいるのはおばあさん二人、そのうちの一人しか座れないっていうわけだから、カズオは迷う。年を取っている方のおばあさんに席を譲ろうか、それとも大きな荷物を持っているおばあさんに席を譲ろうか。これって答えがないよね。それともね、二人のおばあさんに話し合って決めてもらおうか。でもね、そんなことができるかどうかわからない。だからね、カズオはどちらかのおばあさんにこの席に座ってください、そういうふうなことを言うことができなくなってしまったの。カズオはこう考えた。座れるおばあさんと座れないおばあさん、こういうふうに分けてしまうことは良くないことだ。そんなの不公平だ。座れないおばあさんがかわいそうだ。そういうふうに思ったの。だったらね、二人とも座れない方がすっきりする。てんてんてん、はずだ。こういうふうにカズオは思った。ここのね、てんてんてん、はずだから、カズオは自分の考え方が正しい、そういうふうに思いたい。そういう気持ちが伝わってくるね。でね、カズオは周りの人の目線を気にする。周りの人はきっと自分のことを優しくない子供だ、こういうふうに思っているだろうな。でもね、そんなことないんだよ。もし目の前に立っているのが一人のおばあさんだったら、すぐに僕は席を譲ることができるのに、今は二人のおばあさんだから譲ることができないんだ。そういうふうに思って、カズオは胸をドキドキさせて、譲ることができないまま、目をつぶって寝たふりをした。これが今回カズオが出会った状況だった。そして次はたけし。たけしもカズオと同じように、その時電車のロングシートの席に座っていた。で、たけしはさっきからキュッと唇を噛みしめていた。たけしは何かを心に決めている、我慢している感じなんだね。この時のたけしの目の前にもおじいさんがいるんだけど、この時のたけしの心の状態は自分の目の前に立っているおじいさんに文句を言いたい気分だった。どうして俺の前に立つんだよ。なんか自分が席を譲らなければならない状況になっているじゃないか。でもね、たけしは席を譲りたくない。なぜなら、たけしが考える正しさっていうのは、自分だってちゃんと他の人と同じように切符を買ってこの電車に乗っているから。だから自分だって席に座る権利はあるはずだ。こういうふうに考えているの。もしね、それが人から頼まれたんだったらわかるよ。でもね、頼まれてもいない状況で自分から席を譲るなんて、自分が持っている権利を捨てるような感じがして嫌だ。こういうふうにたけしは考えているの。でもね、そんな中でもたけしはやっぱり自分が席を譲らなければならない、そんな気もしている。自分の目の前にいるおじいさんはたけしが席を譲るのを待っているようにも見えるし、なかなか席を代わってくれないのでムッとしているようにも見える。そのおじいさんは吊り革に捕まっているんだけど、電車が揺れるたびに倒れそうにもなる。たけしの周りの人はたけしの方をチラチラと見て、あの子、目の前のおじいさんに席を譲ってあげたらいいのに、こういうふうに自分のことを見ているようにも思う。そう、この電車の中で座っているのはたけしだけではない。他にもたくさんの人が座っている。小学生のたけしよりも大きな子供だって座っているし、若い人、大人だって席に座っている。そんな中でなんで自分だけが席を譲らなければならないのか。
たけしはたまたまおじいさんの目の前に座っているだけ。目の前にいる人が席を譲らなければならない。こんな法律なんてないし、そもそもお年寄りには必ず席を譲らなければならない。こういうふうに決められているわけでもないよね。だから自分が席を立つ必要なんてどこにもない。点点点はずだ。こういうふうにたけしは考えているんだね。このたけしの点点点はずだにも、自分の考えが正しいと思いたい。そんな気持ちが現れているね。でね、周りの人の目線が気になるたけしは、唇を噛みしめたまま本を読み始めた。ね、自分に対して席を譲ってあげればいいのに、そういうふうに思っている人が、そのおじいさんに席を譲ってあげればいいじゃんか。みんな身勝手だ、卑怯だ、こういうふうにたけしは思ったの。でもね、たけしがいくら自分で自分を言い聞かせようとしても、完全に自分を説得することはできない。読み始めた本の内容だってちっとも頭に入ってこない。こういった状況にたけしはありました。そして次に登場するのはひなこです。ひなこも前の二人と同じように電車のロングシートの席に座っている。で、ひなこはさっきからため息を何度も飲み込んでいる。目の前には赤ちゃんを抱っこして小さなお兄ちゃんと手をつないでいるお母さんがいるんだけど、そんな大変そうなお母さんに対してひなこは席を譲れないでいるの。ひなこは席を譲ってあげたい、こういうふうに思うんだけど、いつもならちゃんと自分は席を譲ってあげることができるんだけど、今日はできない。だからひなこはさっきからため息を飲み込んでいるんだね。そう、ひなこは今日ちょっと気分が悪い、具合が悪いの。だから心の中で目の前にいるお母さんに謝る、ごめんなさいって。もしこんな体調で席を譲ってしまったら自分の方が倒れてしまう、だから譲ることができないんです、こういうふうに心の中で謝った。でもね、そんなひなこの思いなんて周りの人にはわからないよね。だからもしかして周りの人は自分のことをなんてひどい子供なんだ、こういうふうに思っているかもしれない。で、ひなこはそれを想像するだけで泣きそうになる。で、ついにひなこの隣の席のおじさんが立ち上がって、そのお母さんに席を譲った。そのお母さんはほっとした様子で、ありがとうございます、こういうふうにお礼を言った。そしてひなこも心の中でほっとした。ああよかった、このまま譲りたくても譲れない状況が続かなくてよかった、そういうふうにひなこが心の中で思った。その時、お母さんと入れ替わってひなこの目の前に立ったそのおじさんが小さく舌打ちしたの。え、もしかしてこのおじさん私のことを怒っているの。今度はね、ひなこそのおじさんに責められる状況になってしまったっていうこと。ひなこは心の中で説明した。違うんです、私は席を譲らなかったのではなくて、譲りたくても譲れなかったんです、私は体の具合が悪いんです、こういうふうに心の中で説明したんだけど、それって周りの人には伝わらない。だからひなこは席を譲らなかった後ろめたさを打ち消すことができなくて、次の駅で一回降りよう、こういうふうに決める。ひなこが降りる駅は本当はもっと先なんだけど、この電車にはもう乗っていたくない、こんな状況はもう耐えられない、そういうふうに思ったひなこは涙をポトンと膝の上に落とした。で、最後に登場するのがさゆりです。さゆりも電車のロングシートの席に座っている。さゆりは先ほどの3人とは違って、同じような状況の中でワクワクした胸の高鳴りを抑えていた。さゆりの目の前には骨折したのかな、松葉杖をついたお姉さんが立っているんだけど、さゆりはついにやっとこの時が訪れた、そういうふうに心の中で思ったの。今から自分は席を譲るんだ、これは生まれて初めてのこと。両親とか学校の先生が言っていた助け合いの心、それを発揮するチャンスがやってきた。そういうふうに考えているさゆりにとって、この目の前の状況っていうのはワクワクするような状況だったわけだ。でね、さゆりはあのここどうぞ、そういうふうに言って立ち上がってお姉さんに席を譲った。ちゃんとうまく言えたし、にっこりと笑うことだってできた。ところがこの後起きた状況っていうのが、さゆりの考えもしないようなことだった。さゆりが期待していたお礼の言葉も、感激の笑顔も、そのお姉さんからは出なかった。そのお姉さん、なんか低い声で、あ、どうも、こういうふうに言って会釈してそこの席に座っただけ。もうちょっと感謝してくれると思ったのに、こんなに感謝してくれないんだったら席を譲らなきゃよかった、そういうふうにさゆりは思ったの。ああ、こういうふうに思って釣り革に捕まっていたら、隣のおばさんが、偉いわね、こういうふうにさゆりに言ってくれた。だからね、さゆりは立ち直ることができた。よかった、ちゃんと私のこと分かってくれる人がいた。ちゃんとニコニコ笑いながら私のことを褒めてくれる。周りの人もさゆりのことを見ている。だからさゆりは胸を張ってこう言った。だって困ってる人やかわいそうな人を
助けてあげるのは当然のことです。ね、誇らしげに自信を持っておばさんにこう言ったの。さゆりは今おばさんから褒められて嬉しいし、自分がやったことは正しいと信じている。そして周りの人に自慢したい気持ちもあるから、周りの人に聞こえるように大きな声でこういうふうに言ったんだね。この時のさゆりが考える正しさとは、席を譲ってあげたお姉さんからはしっかりと感謝をされて、周りの人からは褒められるっていうことだったから、そんな自分が考えている正しさを周りの人は分かってくれているだろう、こういうふうに思っていたの。ところがね、自分と同じ考え方を持っているはずのそのおばさんは、そうね、その通りね、こういうふうには言ってくれなかった。それまでニコニコ笑っていたおばさんの顔が一瞬こわばったように見えた。周囲の空気も急にどんよりと重くなったように感じた。さゆりがそういったことによって急に冷めた雰囲気になってしまったわけ。え、なんで？ねえ、どうして？こういうふうにさゆりは心の中で叫んだ。なんでお姉さんに親切にした私が叱られているような雰囲気になってしまったの？この状況の中で悪いのはしっかりと感謝の気持ちを表さないそのお姉さんの方なのに、なんでみんなはそのお姉さんを注意しないの？さゆりにはそれがわからない。もうおばさんはさゆりに声をかけてこなくなったし、席を譲ったお姉さんは音楽を聴きながら雑誌をめくっている。さっき自分が言った一言、それはお姉さんに聞かれなかったみたいだけど、聞かれなくてよかったのかもしれない。自分でもその理由はわからないんだけど、ふとさゆりはそういうふうに思ったの。これが電車の中でさゆりがあった状況だった。なぜさゆりの正しさ、思いっていうのがみんなに通じなかったのか。それは正しさというものが人それぞれだから。例えば松葉杖をついたお姉さん。確かにさゆりに対してきちんと感謝の気持ちを伝えなかったけど、それはもしかして傷が痛んでたからかもしれないし、気分が落ち込んでいたからかもしれないよね。さゆりを褒めてくれたおばさんや、他の乗客が考える正しさっていうのも、さゆりが考える正しさとは少し違っていたのかもしれない。さゆりの考え方っていうのが他の人に押し付けてるような気がして、それは間違った考え方だ、そういうふうに思ったのかもしれない。そして、作者の重松清さんはこう続ける。僕たちはみんな電車の中にいる。そして今回のこの電車の中で起きた状況っていうのが、実は世の中で起こっていること。今回の電車の中でそれぞれの子供がそれぞれの正しさを持っていたように、この世の中にはいろんな人が生きていて、いろんな正しさがある。その正しさは人の数だけあって、それは必ずしも他の人の正しさと一致するわけではない。みんなが常識って呼んでいるもの。それはなんとなく決まっている。みんなの正しさの共通している部分のことなんだけど、一人一人が持っているそれぞれの正しさがその常識からはみ出してしまう時だってある。だからね、それぞれの人の思いを抱えて走る電車っていうのは、いろんな人の正しさが集まってできている世の中と同じようなもの。そこでは数えきれない数の正しさがすれ違ったりぶつかり合ったりしてる。そこではきっと誰かに踏み潰されてしまう正しさだってあるだろう。そういうふうにね、自分の正しさ、あなたの正しさっていうのを考えてみたときに、その正しさは誰の正しさと衝突しているか、また誰の正しさと手を取り合っているのか、そういうふうに自分の考え方、正しさっていうものを見つめ直してみてください。そうするとね、自分の正しさを絶対に正しい、こういうふうに見ることがなくなって、他人の考えている正しさを認めることだってできるようになるかもしれない。少なくとも今よりは理解を示すことができるようになるに違いない。そういうことを今回のお話は教えてくれているんだね。どうですか？今回の授業分かりましたか？今回のお話の中で登場人物の4人の子供たちはそれぞれうまくいってなかったけど、実は世の中っていうのはそういう場所。自分が考えている正しさが他の人から認められるわけではない。そんな中で私たちは生きていかなければならない。そういったことを教えてくれています。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。